もともと愛媛に住んでた友達とキャンプ行く予定してて、そしたらその友達が急遽愛媛出なきゃいけないってことになって、で字のごとく愛媛まで飛んで行ったんですけど、でキャンプして、で次の日別れて、でまあ1日ぐらい一人でのんびりしようと思って、で当日にちょっと安いホテルが取れたんで行ったんですけど、よくある駅前にあるホテルみたいな感じで、でもちょっと廊下が暗いかなとは思ってたんですけど、でも部屋自体はまあ結構綺麗だしみたいな感じで、で次の日チェックアウト何時だろうと思ってそのホテルの名前検索で入れたら、2つ目のワードに幽霊って出てたんですよね。でまあ少し体が熱くなったんですけど、まあそんなのあるあるかなと思って、で普通に夜寝てたらちょっと物音が多いなと思って、アイマスクしてたんですけど、隅っこにある冷蔵庫の中からカチッっていう音がまあ30秒に1回ぐらいになってたんですよね。で我慢してそのまま寝てたんですけど、3時ぐらいにパッと目が覚めて、そしたらその冷蔵庫の音がカチッカチッぐらい1秒に1回ぐらいになってて、さらにその外から他のお客さん一度も見たことなかったのにやたら金属の擦れる音みたいなのがしてきて、オーケストラみたいになってて、僕結構怖い話よく聞いたりするんですけど、なんか切れたら収まるみたいな聞いたことがあったんで、とーみたいな感じで言ったら、そのちょっと後に動けなくなって、で胸のあたりを40センチぐらいの足で踏みつけられたような感覚がして、でまあちょっと怖かったっていう、まあ、信じていただけると幸いです。今日もありがとうございました。さようなら。